キューピー3分クッキング、にーはー、こんにちは。今日はそら豆とたけのこを棚漬けで炒めていきます。とても香り良い一品です。ご飯のおかずにもおすすめます。ではそら豆からご覧ください。さあこちら生のそら豆を使います。はい、季節ならではですね。そうです、この黒いところを沿って割と半分ぐらいところまで深く切っていただければ、はい、大体半分の長はね2つにあるんですよ ね、そうですね。半分ぐらいのところでいきますよ。はい、あ、簡単にこう、はい、割れますね。うん、でこれは割っておくんですか。割っておきます。はい、正味 150g 用意します。はい、これがね、うん、豆板醤がそら豆で作られているものですよ。このおなじみの豆板醤。そうなんです。この、ま、大豆ではなくて唐辛子でもなく味噌だからの大豆だと思ってました。こちらはい、あ、小さいそら豆なんですね。まあ、中国の四川省の独特なものではあるので割と小さいかもしれないですよね。原材料にも書いてあるんですね。はい、あ、これを今日は生で使いますね。はい、炒めていきます。はい、さあ合わせる材料、材料はね、まあ、春意識をしてますので、はい、さらにこのタケノコを使います。はい、ゆでたけのこ 150g。 日本も中国も同じですね。やっぱり季節の、うん、大体同じ季節も、やはり炒め物はこういった季節のものを合わせる。そうですね、うん、一番調理法として一番早いですから。そうです、はい、さあそして今日はこの高菜漬けを使います。日本の高菜漬け綺麗ですよね。色が綺麗で大きいですね。ただ大きいので、はい、割とこういう感じで葉っぱ、あの1センチあたり、はい、うん、こうやって切っていきましょう。はい、全部広げると、あの長くなっちゃうから。そうです、ね、半分ぐらい切っていただいて、そうそうそう、こういう感じでなんか進みながらで、はい、うん、切っていきましょう。あ、こうやって切るだけでも香りがいいですね。いいでしょう。漬物がやっぱり発酵食品ですから、はい、とてもいい香りがしますよね。はい、やはり中国でもこういった漬物を使った炒め物があるんですね。ありますよね。一番代表的なものは、私が北京の出身ですから、はい、冬菜というものが冬に野菜を描くんですが、はい、あ、冬の野菜、はい、白菜の漬物なんですよね。でそれが調味料としてよく使われていますよ。はい、今日もこの高菜漬けを具だけでなく調味料として活かします。はい、さあ早速炒めていきましょう。はい、油を大さじ2たっぷりと入れましょう。はい、大さじ2杯タケノコ入れますよね。はい、まずタケノコからです。うん、炒めます。はい、このタケノコが美味しいんですけれど、やっぱり炒めるだけじゃ硬いので、はい、この高温の油でしっかり炒めて、焼き目をつくまでしっかり炒めていただければ、はい、繊維も柔らかくなるんですよね。はい、さあそれがこちらにあります。ちょっとこうチリッとして、はい、なってるんですよね。焼き色がついてますね。中火で、あの強火にしてしまうとすぐ焦げてしまいますから。はい、今日は強火で炒めていくんですね。中火です。あ、失礼しました、中火で炒めていくんですね。はいはい、あの初めてこのそら豆も入れますね。そら豆入れたら焼きつくじゃなくて、あのじりじりと炒めていきましょう。はい、やはり中火のままで。そうなんです。そら豆はなかなか水分がすぐは出ないものですから、強火にしてしまうと色が焦げてしまうので、あんまり春らしくなくなりますよね。なのでこうずっと菜箸で混ぜているといいんですね。うん、炒めている間にだん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 色が変わってきますよね。翡翠色になっていきますよ。先生、いつものジャーッと強火で一気に仕上げる炒め物とは随分様子が違いますね。まあ、それも材料にはよりますよね。水分が出る材料の場合は強火の方がいいかもしれないですが、水気が飛びますし。そうですよね。今日のようなあんまり一気に出ない場合はじっくり炒めて、水分が少しずつ、あの熱を浸透して水分が少しずつお外に出すような炒め方もありますよ。なんか味や香りがこう凝縮されていくような気がしますね。ですよね。加熱をしながらで、ね、
だいぶ色が変わってきましたよね、はい、炒めすぎもやはり良くない、良くないですよ、うん、せっかく生のものですから、そら豆がやっぱり香りや食感を香りや食感が楽しめるんですよね、はい、さあここで高菜漬けです。高菜漬けを入れましょう。 100g です。漬物ね、はい、炒めるとさらに香りが出るんですよ。そうですね、今日タケノコも香りがあってそら豆も香りが良くて、なんか3つの香り、今のところ1つの鍋で3つの香りが集まりましたよね。でこれがあの調味の、はい、意味もあるので、調味料、はい、あのあんまり細かく切らないで、こういう感じで絡まるように、なるほど、いろんなところにね、味も葉もこう絡む方がいいですね。そうですよね。でお酒で、はい、仕上げです。酒大さじ2杯。3つの香りがあったんですけれど、まとまってくれるのはこの胡椒にしましょう。胡椒で香りをまとめる、さらに香りが入るんですね。はい、小さじ3分の1杯の胡椒、ちょっといつもより多めですね。そうです。で塩加減なんですけれど、はい、漬物の様子を見て加減にしてください。はい、出来上がりです、はい、さあ中火でじりじりと炒めていきました。すごく、ね、いい香りをしていて、ね、ご飯が欲しくなりますよね、うん、彩りも綺麗です。材料です。そら豆は正味 150g、 生のまま炒めていきました。ゆでたけのこ 150g、 高菜漬けは 100g、 油大さじ2杯、中火でじっくり炒めていきました。調味料仕上げは酒大さじ2杯、塩1つまみ、胡椒小さじ3分の1杯で香り味がまとまります。先生、今日はとってもシンプルな炒め物でしたね、ご飯にもいいし、はい、お弁当入れてもいいし、あ、そうですね、残ったらチャーハンでもいいんじゃないですか、はい、その炒め物をチャーハンの具と調味料と兼ねたものに、はい、そうですよね。そら豆は今しか味わえないものですから、はい、たくさん食べてみてください、はい、あえて多めに作ってチャーハンも試してみたいですね。春の香りいっぱいです。そら豆とたけのこの高菜漬け炒め、ご紹介しました。この番組は高岡屋の提供でお送りしました。